はい、こんにちは。今日は神戸大学の問題です。問題はこちらです。括弧1、和が30になる2つの自然数からなる順列の総数を求めよ。括弧2は、和が30になる3つの自然数からなる順列の総数を求めよ。括弧3は、和が30になる3つの自然数からなる組み合わせの総数を求めよ、といった問題ですね。これはこの違いはですね、2つになってるか3つになってるか、あとは順列と組み合わせ、ここの違いですよね。この違いによってどういうことになるかということを見ていきましょう。まずは括弧1から見ていくと、2つの自然数で足して30になるよと、つまり A たす B イコール30ですよと、こうなるような AB 自然数、これを求めてくださいね。この順列を求めてくださいね。順列ということは順番も考慮するよということなので、順序を逆にしたものは別物としてカウントするよという意味ですよね。ですので、例えばこれ A と B 足して30になるもの、1と29っていうのがありますよね。で、次 A が2、B が28、こういったものもありますよね。で、こういったものが何組あるかってことなんですが、これを入れ替えたものも別物としてカウントしますよということです。つまりこれずっといて、最後は A が29で B が1と、で、ここまでの数になりますよね。これ入れ替えたものも別物としてカウントしているので、これで OK です。で、これは全部で29個ですね。ですので、括弧1の答えは、29個と、総数ですので、29通り、29個ということになります。で、今これ、これで、おしまいなんですけれども、今これをですね、こんな風に考えることもできますよと。ボールが30個あって、ボール30個あって、A と B、この自然数の決め方ですので、どっかに仕切りを入れるよと。この、隙間にですね、ボールとボールの隙間にどっかに仕切りを1個入れるよと。で、そうすると、この2つの場所に分かれて、この数が決定しますよね。で、左側の個数を A として、右側の個数を B としてあげれば、A と B の個数、数が決定しますよね。で、じゃあどこに仕切りを入れるかという問題に帰着しますよと。で、ボールとボールの間のこの場所っていうのは29箇所ありますよね。ボールが30個ですので、この間の数は29箇所で、29箇所のうち1箇所選んで仕切りを入れるよということで、 29C1、これでも29というふうに求めることができますよと、こんなふうに考えてもいいですよね。で、こう考えると括弧にはすぐ求めることができて、和が30になる今度は3つの自然数からなる順列ですよと。で、今度は、30個ボールがあって、2箇所仕切りを入れれば OK ですね。で、ボールとボールの間にこう2箇所入れますよと。そうすると A、B、C としてあげれば、 A と B と C の自然数の値が決定しますよと。だから 29C2 ですね。で、これ計算すると 29×28、 これを2で割ったものですので 29×14、 これ計算すると6で406ですね。ということで、括弧2は406になりますよと。で、問題括弧3なんですけれども、括弧3は和が30なる3つの自然数からなる組み合わせですね。組み合わせの総数ですよと。組み合わせってことは、順列と違うのは何かっていうと、この区別しないよと、入れ替えは区別しないよっていうことですね。括弧1括弧2は順列だったので、この入れ替えたものは区別したんですけれども、括弧3ではその入れ替えたものを区別しないで考えましょうと。そうすると、今括弧2で、入れ替えたもの、区別したものの総数を求めましたよと。じゃあ、ここからダブってるものを消していけば OK だということですよね。つまり A たす B たす C イコール30と、こういうような状況になっていて、で、この ABC の値決定したいんですけども、このA、B、C が全部同じ数になっているもの、または2つが同じ数になるもの、あとは全部 A、B、C、 3つの数が異なるものというふうに、3種類のパターンがありますので、その3つに場合分けして考えましょうと。じゃあ、まずは A、B、C 同じ数になる場合っていうのは10、10、10がありますね。これはこの1個だけだということで、 A、B、C が同じ数、すべて同じ数になるものは1通りありますよね。この1個、1通り。
で、次、じゃあ ABC がのうち2つ、どれか2つが同じ数になっているものは何通りあるかを考えると、例えば A と B が同じ数になる場合、11で C は28で30ですよね。で22、4だから26ですね。足して30になるよと。でこういったものが考えられて、最終的に C が2で、14ですね。2と。これ足して30になりますね。でここまであるよということで、まあ14通りあるなと思いきや、ここに10っていうのもこの中にありますよね。10っていうのもあるわけです。これはこっちでカウントしているので、3つが同じ数になるよということで、ここはこっちでカウントしているので、これは除かないといけないよと。そうすると、これ14から1個引くので、13通りあるわけです。ということで、2つが同じ数になるのは13通り。で、今これ13通りっていうのは、A と B が同じ数になる場合を今考えたわけです。じゃあ A と B、A と C、B と C、それぞれ2つ同じ数になる場合っていうのは、これかける3ですよね。かける3あるので、つまりこれっていうのは39通りありますよと。ということで、今カッコ2で406通りって求めたわけなんですが、この406通りの中に、この10になるものが1通りあって、2つが同じ数になっているもの。A と B が同じ数、B と C が同じ数、C と A が同じ数になっているものっていうのが39通りありますよと。で、これとこれを引いたものが残りは、3つとも3つが全て異なると。異なる数なっているよというものですよね。ですので1と39足して40を引くと、406-40で366。366通りは ABC が全て異なる数になっているよというものであるわけです。こんな風に3つに場合分けして考えると、あとは W を割っていけば OK だと。で、じゃあどうやって W を減らしていくかっていうと、まずこの丸1の場合っていうのは、これは1通りですよね。これは入れ替えも何もないですよね。全部同じ数ですので、入れ替えようがないということで、この1通り。この1個は1個。で、丸2の場合っていうのは39通りここではカウントしていたわけなんですが、今、これは3倍にカウントしてたわけですね。実際には、11-28、22-26、から14-14-2、ここまで13通り、この13通りあるわけです。この10-10-10っていうのを除いたこの13通りあるわけですよね。で、これを3倍にカウントしてたわけです。つまり A が1で B が1で28、A が1、C が1、B が28みたいな感じで、これの入れ替えを考えると、これのかける3倍ありますよね。それぞれが かける3存在するということで、13×3 で39通りというふうにカウントしていたわけなんですが、実際には13通りなわけです。ですので、これを3で割って13通りですよと。W を除くと、これを3で割れば OK で13通りというふうになりますよと。で、あとは、この場合ですけれども、これは366通り、この中でカウントしているんですが、W がどれだけあるかっていうと、これは ABC すべて異なる数ですので、例えば ABC が1、2、27みたいな感じになってるわけですね。3つをな、全部別々の数ですよと。異なる数ですよと。で、これは入れ替えを、カウントすると、これ3つ全部違う数ですので、入れ替えを考えると3の階乗、入れ替えがありますよね。つまり6通り入れ替えが考えられるよと。つまり6倍にカウントしてたわけです。6倍にカウントしてたのがこれだけありますよということなんで、これを3の階乗、つまり6で割ってあげると、入れ替え、並べ替えたものの W を消すことができますよと。で、3の階乗で割って W を消すと、これが全部のこの W を消した分、つまり組み合わせの総数になりますよと。じゃあこれ計算すると、6で割ると、1たす13たす、61ということで、14だから75ですね。ということで、カッコ3は75。組み合わせの総数は75ということになります。以上です。ありがとうございました。